成功しました。メダルもすぐに入手できるでしょう。スイッチとメダル、二つの力を手に入れればこのプロジェクトは完了だな。お任せください。頼むぞカンナギ君。そう、誰にも邪魔はさせない。空間が歪んでる。あの隕石の影響か。なんだあれは。どうやら時間移動は成功したようだな。おい、何者だ。止まらなければ撃つぞ。スキルしろ。ただし命乞いだけはするな。時間の無駄だ。撃て撃て。雑魚では楽しむ暇もない。ハッピーバースデー、ディエラ。何と言えばいいのかな。仮面ライダー。おう、これは興味深い。後藤君、よく来てくれた。もうすっかり警視庁の刑事に戻った様子だね。ご無沙汰してます。これは私が新たに作り出そうと研究を続けているコアメダルだよ。え、本気ですか。そんなことしたらまたグリードが。純粋に欲望のパワーだけを利用するんだ。意志を持った怪物が生まれないようにと思ったんだが、どうやら失敗したことが今朝判明した。未来の仮面ライダー。昨日の隕石が小玉ふ頭沖の空間で開けた穴、あれ時空のねじれで40年後とつながってるらしいんです。そいつは戦いだけを求めて楽しむ最悪なやつで、今はこの時代のライダーを潰そうとしてるって。それってしばらく復帰してくれたまえ。未来から来たライダーの暴走を止めるため。暴走。ライダーがライダーに狙われるなんて。
だから里中さん一緒に来てくれたんですね。エイジ君の出迎え。仕事です。彼は今財団の研究協力員ですから。旅しながらいろいろデータ集めてるんですよね。エイジ君言ってました。いつかはアンクのメダルも元に戻したいって。アンク、私も兄もできることは何でも手伝おうって。あれは、ひなさんはここにいてください。面白くもないやつ。相手をする気なら覚えておけ。命乞いはするな。時間の無駄だ。待て。戦うドクター伊達明だ。世界の果てよりただいま帰国。伊達さん、久しぶり。これ使ってください。センキュー里中さん。危ねえから下がってな。変身。バーン、お前は楽しませてくれるんだろうな。さて、お気に召しますかどうか。危ねえ。
ーというのはみんなこの程度か。つまらんな。やっと隙を見せてくれたな。何？ヒムが。あんこに。どうして？お前。あの時マキと一緒に消えたコアメダル、全部お前の中にある。まさか時間を飛び越えてたとはな。まあ、俺のものだ。悪いな。こいつがないと始まらないんだよ。エイジ！作戦成功だな、アンク。変身！タコパン、ハドバタコパン。紛らわしい。メダル変えるわ。逃げられたか。もう少しメダルが欲しかったが。なあアンク、もういいだろそれ。自分がいるのってなんか気持ち悪いよ。気持ち悪いのはこっちだ。お前が言うなよ。メダル元に戻そうって。あ、いや俺もまだ始めたばっかだし。本当にびっくりだよ。なんでって理由聞いても全然答えてくれないし。どうでもいいんだよそんなことは。まあいいじゃない。何があったかより今何が起きてるかよ。またみんなでここにこうして揃うなんてね。あ、忘れてきた俺のパンツ。どうでもいいだろそんなもの。全然良くないだろ、明日もパンツなんだぞ。命狙われてるってのに明日もパンツもあるかい。ある。相変わらずバカだなお前は。相変わらずなのはお前の方だろ。またあいつばっかり。お前、なんだよ、おい、食べ過ぎなんだよ。痛い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 
喧嘩しないで。久しぶりに会ったのに。プロトタイプバースは破損がひどく廃棄処分。面目ね。正規バースは通常メンテで使用可能ですが、どちらにしろ2人とも全治3週間戦闘は無理かと。いや、あの未来のライダーは日の一人じゃきつい。後藤ちゃん、寝るんだ。寝て直すしかない。エイジ君、どうかした？うん、あのライダーのこと。彼、本当はあんなことしたくないんじゃないかな。今はコアメダルを大量に抱えてるから暴走してるだけで、あの時なんか言いたそうな感じがしたんだ。まさか。ひなちゃん、ジョーコさん、お客さん連れて逃げて。お店が。いいのいいの、エイジ君、アンフィちゃん、遠慮なく戦いなさい。負けたら承知しないわよ。はい。こっち。本当はしたくない。そうでしょう。またバカが。何を言ってる。君は暴走してるだけだ。メダルの力に飲み込まれるな。手を貸すから。つまらん遠心しろ。できた。バカが。あいつは無理だ。できる。前にお前やひなちゃんが止めてくれたみたいに。エイジ君が辛い時は私がエイジ君の手を掴む。俺たちの時とは違う。あんなの名前も知らない奴ならほっとけ。知ってるよ。仮面ライダーだろ。せっかくライダー同士なら俺はその手を掴みたい。
ごめんなさい。俺のせいで本当に。美晴くんだっけ。気にしない気にしない、ライダー同士助け合いでしょ。違う、俺は本当はライダーなんかじゃない。どういうこと。俺の時代にも人を狙うモンスターはいて、そいつらと戦うために俺にライダーのベルトが託された。水の力で変身するんだ。じゃあやっぱり未来のライダーなんじゃん。できなかった俺、水苦手で。ああ、そっか、それはきついよね。そんな時に助けてくれた人がいたんだ。我が鴻上ファウンデーションが誇るメダルシステムのライダーだ。これで君も仮面ライダーとなる。ハッピーバースデー。鴻上さん、未来でまで。でも敵は強くて、俺はボロボロでもう終わりだって諦めた時、つまり未来のコアメダルに意志が生まれて、美晴くんが乗っ取られたってことか。俺が弱いから、俺なんかライダーにならなければ。そういうことだ。ちょっとひなちゃん、ダメ。メダルなら渡す気はない。待ってたよ、やっぱりまた出てきたな。お前が前に出てこないとメダルが抜きづらくてな。ひなちゃんお願い、貴様らわざと隙を。変身ゴリラサポート。悪いな、このままいい子にしてろ。面白い、これぐらい手応えがなければ。単独の存在を確立できたような。ゴミは捨てないとね。日野君、未来のライダーが時空の穴へ向かったよ。え、別の時代で戦いを続けるらしい。恐ろしいまでの戦いへの欲望だよ。しかしバスチームは負傷しているし、君はその怪我、戦っても勝てる可能性は。行きます、止めなきゃ大変なことになりますから。そう言ってくれると思ったよ。グッドラック。エイジ君大丈夫。不安なことは一つだけ。明日のパンツがない。そうだ、あの困ってたみたいだから買ってみたっていうか。何？その明日のパンツ。ありがとうひなちゃん、絶対勝てるって気がしてきたよ。行こうアンク。どうして、なんでそんなに強くいられるの。俺にはとても。はい、これ。
俺のおじいちゃんの遺言で、男はいつ死ぬかわからないからパンツはいつも一丁履いとけって。俺にそんな覚悟があれば。そうじゃなくて、肝心なのは明日のってとこ。これは今日ちゃんと生きて明日へ行くための覚悟なんだ。美晴君はその明日を守ってくれる仮面ライダーだろ。大丈夫、君がくじけた今日は俺たちが守るから。あれでどんな時代でもどんな奴とも戦い放題だ。せっかく助かった命を無駄にするつもりか。早速お出迎えか。エイジ、気抜くなよ。ああ、この感じ、なんか久しぶりかもな。ところでさ、お前がどうやって戻ってきたか、まだ聞けてないんだけど。気にするなと言ったはずだ。じゃあこれだけ。一緒に戦うのってもしかしてこれが最後。そうしたくなかったらきっちり生き残れ。分かった、お前もな。時代に行かせるわけにはいかない。って言ってられない。仮面ライダーを動かす力、俺に足りなかったのは勇気だ。変身。俺が未来の仮面ライダー。
なところで戦いを終わらせるわけには。オーゼ、一緒に。ああ、アンク、エイジ、みんなの明日、絶対守る。よし、じゃあ行くか。アンク、お前は…アンク、エイジ君、アンクがいない。アンク、アンク、さか、また？うん。あいつが俺の前に現れた時も、俺はずっと割れたままだったんだ。だからおかしいと思ってた。でもじゃあ、どうして？きっと、アンクも未来から来たんだ。つまりさ、俺たちが頑張れば未来、いつかの明日にこのメダルが元に戻って、アンクにまた会えるってこと。いつかの明日。そっか、そうだね。白服リープ財団 X だ。翔太郎、僕は今もっと興味深いことを調べているんだ。君はせんべい汁を知っているかい？青森八戸の。分かった分かった、俺一人で何とかする。何を企んでやがる財団 X。 ジョーカー変身。ジョーカーやれ。この町を泣かせるやつは許せねえ。このコアプラ。ちょっと行けたな。行くぞ。たく、逃がすかよ。
メダルとスイッチ、二つが手に入るのも時間の問題だ。どうさせんぞ、エム・カンナギ。これはこれは、伝説の七人ライダーの諸君、わざわざ来ていただけるとは光栄だな。貴様らザイダン X が世界のエネルギー支配を企んでいるのは分かっている。お前たち仮面ライダーなどに私を止めることはできない。やがて銀河の王となる男の前ではな。あとはソルだけだな。さーてお片付けだ。一気に決めるぜ。ジョーカー待ちまうな。ライダーパンチ、もう一発。ジョーカー待ちまうな。ライダーキック、こんなもんだろ。たく何を運ぼうとしたんだ。これはおい、そこのリーゼント、占っていきなさい。あれ、お前恋に落ちるぞ。俺が、うん、そうだ。お前の恋を叶えるためにすることが一つある。お前の担任とこの男を結婚させろ。で、何やってるんだい。バレたか、さらばじゃ。何が恋に落ちるだ。うわ、インチキ占いめ。あ、ケンちゃん、何やってんの。もう研究発表始まっちゃうよ。あ、そうだ、いけない。仮面ライダー、それは社会の闇に潜む悪と人知れず戦う仮面の戦士。このヒーローの噂は静かに人々の間に広がり伝説となりました。最初に噂されたのは40年前の1号ライダー。なんだよそれ。続いて2号ライダー、誰だよ。 V3 その後ライダーの X、 アマゾンとジェイク。嘘、ちょっと待っててくださいね。ジェイク、ジェイクどこ行った。トモコちゃんも行くよ。ジェイクどこ行った。これはジェイク。ダメだろサボちゃん、俺のストロンガーの出番がなくなっただろ。なんでこんなのが仮面ライダーの活動なんですか。平和を守る仮面ライダーという存在が生徒たちに浸透すればゾディアスイッチ拡散への抑止力になるでしょう。だったら堂々と仮面ライダー部って名乗りゃいいのに。まあ、あまり目立ってラビットアッチとフォーゼの存在が俺たちと結びつけられるのは困るからな。じゃあやめましょうよ、学祭なんだから。可愛い子はいっぱいいるんだから、彼女作って楽しく遊ぶ、それが青春っす。彼女ね。大丈夫か。あなた名前は？喋れないの？落下のショックで一時的な言語障害を起こしてるのかもしれないな。こっちも変。かわいい。
スバル星校2年ミサキナデコ。勝手に見ちゃダメでしょ。ダスタードか。ケンタロウ、シュン、なんでこいつらがここに。シュン、ちょっと、おい待って待って、出番。狙いはこの子か。ないけど、ちょっと危ないよ。まさか。変身。さあ。仮面ライダーか。タイマー入ってもらうぜ。やらせてもらうぜ。
人で一緒に蹴りつけようぜ。二人で一緒に。ロケット、やっと、やっと、行くぜ。ロケットが二つ。マネ、サブルライダーロケットファイト。やったぜ。本当すごいね、あなた。私は城島ゆき。学校違うけどよろしくね。これは友達の印。俺はいい。うっす、妙ね。ああ、彼女はなぜフォーゼシステムを。そんなことどうでもいい。どうでもよくないだろ。桃色の波動が見える。あれは恋ね。ケンタロウさんが恋。確かにいつものケンタロウらしくないな。そう、あの子とは友達じゃ満足できないのよ。一目惚れか。俺にも経験あるな。美咲さん、君のフォーゼドライバーどこで手に入れた？おい、ケンタが大丈夫？ジャンボ肉まん2つ。2つで800円です。100円。よし、はい、ありがとうございました。よっしゃ、おー、うまそう。はい。ねえ、怖かった。次は食べよう。食べたことないのか。うまい。うわー、今何？いる？美味しくないか、楽しくないかな、俺といると。え、じゃあ行くか。うわー、あったっけーな。もうなんかむやみにテンション上がるぜ。初めて笑った。お前も高いとこは好きなのか。高いとこ好きに悪い奴はいないぜ。高いとこ、高いとこ、もっとか。よし、そうか、楽しいか。楽しい、楽しい。おい、ちょっと待って。なんでこんなにドキドキしてんだろう。楽しい？楽しい？おう。ああ、ちょっと待った。友達もいいけど、俺はなんかこう。よっしゃ、じゃあもっととびっきり高いとこ行くか。え、こっちこっち。こっちこっち。よし、誰もいない。いないいない。どうだ、すごいだろ。すごいすごい。よっ、おおい。
あ、そっか、取りゃいいんだ。あれ、ちょっと待って。なんで生きてんの。ご希望のゾディアーズスイッチです。ご協力感謝します。だが私の研究材料であるソルをあなたたちが回収しようとしたとも聞きますが。出過ぎた真似でしたかな。財団 X の資金援助がなければ私の研究も進まなかった。少しは恩返しをしようと思ったのだが。誤解を招くような行動は慎んだ方がいい。おお、これがあなたの研究成果、ミュータミットですか。強制突然変異による超進化生命でしたっけ。私のゾディアーズとどちらが優秀でしょうか。では彼女は人間じゃない。シーズオブライフローンズユニバース、通称ソル。コズミックエナジーをその細胞核に蓄えた宇宙生命の種だ。生命の種。そうだ、猛烈なスピードで細胞分裂を起こし新しい組織を作る。元素変換すら容易に行う。それでゾディアーズも狙ってたんだ。ただしソルに知性はない。見たものを反射的にコピーする。おそらく今の姿は本物の美咲なでしこという女子高生の姿をトレースしたんだろう。違う。彼女は言葉だって喋ったし一緒に笑った。お前の真似をしただけだ。ただの反射行動だ。反射行動だ、反射行動だ。元気ないか。男には思いっきり泣いていい時がある。財布を落とした時と振られた時だ。でもよ、相手があんなスライムだった時はどうすりゃいいんだよ。思いっきり泣けばいいよ。宇宙も人類も超えたとんでもない失恋だもん。スライムだろうが人間だろうが変わらないよ。ユキ、さすが元ちゃん、失恋するんでも桁が違うね。スライムだろうが変わらない。うん。あ、そろそろ回収の時間だ。回収？あのソルって大学の研究室から逃げたんだって。学校に捜索の依頼が来たからさっき健吾くんが連絡してたよ。貴重なサンプル。冗談じゃねえ。スライムだろうが人間だろうが関係ねえ。好きなものは好きなんだ。それに俺はまだちゃんと失恋もしてねえ。ご連絡ありがとう。助かりました。貴重な宇宙生命のサンプルです。研究成果に期待しています。待て。巨石さらぎ、なでしこは渡さない。それは我々の資料です。あなたのものではない。俺はまだこいつに好きだって言ってね。落ち着け。それはソルだ。知性はないんだ。いや、ある。こいつは宇宙に帰りたがってた。月に行ってはしゃいでた。俺に笑いかけた。だからそれは反射行動だ。だったらお前は何だ。俺が笑いかけたらお前も笑う。それも反射か。違うだろ。ダチだからだろ。言ってることめちゃくちゃね。でも
それが源太郎さんだから。俺はナデシコと友達の印できなかった。なんかわけわかんないけど、ダチとは違う、もっともっと熱いんだ。ここがギュッとするんだ。俺のこの気持ちはごまかせねえ。好きなもんは好きだ。聞いてるかナデシコ、お前のことが好きだ。よし、いた、さすがゲンちゃん。あれ、源太郎。なでしこ、ありがとう源太郎。この世に奇跡なんかない。ソルの進化が早いんだ。ただその進化を促したのはあいつかもしれないな。これで助かる。すまなかった。取り戻せよ君の彼女。おい、任せとけ。変身。やしないさ。ナデシコ、マスカレイド。Come on.
に片付けようぜ。行くわよ。ロックオン。ほら。ナベストラチェコチ。すげえよ。ほんとすげえよ。ケンタロウ。そうか。そうだな。最初は友達からだ。どうした？この中にあるのは純粋なエネルギーのみだ。わかりやすく言えば、君が求めている彼女は死んだということだ。強さ、人間じゃない。嘆くの若者よ、君もここで滅びる。愛する者に準じたまえ。抹殺。泣いた。思いっきり泣いた。怒りは収まらねえが、涙は出し切った。みんなありがとうよ。
傷つけさせねえ。仮面ライダーポーズ、タイマー張らせてもらうぜ。こいつで勝負だ。ファイヤが俺に。うだうだしてるつもりはねえ。一気に決める。ケンゴ、奴らの正体を探ってくれ。なでしこの力を悪用する奴は絶対に止めねえと。分かった。久しぶり、ケンタロウ君。友達増えた。あんたはオーズ。なんでここに。どうやら俺たちは共通の敵を追ってるみたいなんだ。協力してもらえないかな。あんたたちが仮面ライダーダブルですか。俺、すべてのライダーと友達になる男は如月健太郎です。よろしく。なんか暑苦しいやつだな。翔太郎と健太郎、似た者同士かもしれないね。俺がこんなリーゼントと。笑わせるぜ。うぃっす。太刀を泣かせる奴は許せないっす。お前、いい奴じゃねえか。うぃっす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 。教えてもらえますか、メダルを持ち去った男の正体。ああ。奴らは財団 X、 まあいわゆる死の商人だ。財団 X は死人を蘇生させる技術、ネバーや地球の記憶で人間を変身させるガイアメモリの開発に資金援助してきた。おそらくゾディアーツスイッチとコアメダルにも。今回の死亡者はレム・カンナギ。素晴らしい。財団 X のアンノーンエネルギー開発担当で超進化生命体ミュータミント。時空を超えたコアメダルとコズミックエナジーを制御できるアストロスイッチ、この2つの力を使って世界のエネルギーを一手に握る。それが彼の野望だ。このエクソダスは地球の衛星軌道上で私の基地となる。まもなく財団 X も、いや全ての人類が私の支配下に置かれる。貴様、我が手に言ったな。最初から全て計画通りだ。消えろ。カンナギは財団 X にも反旗を翻し、自分一人が世界の支配者になろうとしている。そんなの許せねえ。止められるのは俺たち仮面ライダーだけってわけですね。急ごう。どうやらレム・カンナギは僕らを排除する気だね。時間がねえ。お前たちは先に行け。
二人ともカンナギとの距離は自分でつけたいって顔してるぜ。それはそうかもしれませんけど。エイジ、最初に会った時お前が言った言葉覚えてるか。ライダーは助け合いでしょ。だ借りは返しとくぜ。わかりました。行こう源太郎君。頼んだぜ先輩。僕らが先輩か。まあそれも悪くねえんじゃねえか。行くぜ相棒。久しぶりだ。ゾクゾクするね。サイクロンジョーカー変身。仮面ライダーたち、あなたの野望は俺たちが止める。は時間だな。行くぞ。待って待って。君たちがどんなにあがこうと私のことは止められないよ。行くよ源太郎君。Peace.
カンナギはこんなダミーまで作れたのか。ありがとう。あ、そうだ、ひょっとしたらこれ、これはやってみよう、ケンタロウ君。わかった。やってくれた、ポーゼ。オース、君たちのおかげでカンナギの罠から解放された。成功してよかったです。ほら、キサラギ、ゲンタロウ、すべてのライダーと友達になる男っす。友達、余計な挨拶はいい。君たちはカンナギを追え。奴が宇宙でコズミックエナジーをフルチャージしたら、いくら我々でもかなわない。倒せるとしたら、大気圏内にいる間、あの宇宙船を飛ばしてはならない。ここは俺たちが食い止める。カンナギを頼む。わかりました。任せろ。行くぞ。ハル君、どうして？これを渡したくて。これは、おりゃ、ライダーロケットドリルキック。まさかスイッチとメダルからライダーたちを復元するとはな。やってみなくちゃ分かんねえだろ。だがそうやって群れたがるのは力のない者の証だ。今、真の王は一人で世界を制圧する。見たまえ。これが新しい地球の、いや銀河をもつかむ王の姿だ。
分かっていることは一つ、君たちが絶対私には勝てない。分かっていることはもう一つある。この世に絶対はない。ところがあるのだね。時間を止められるのか。その通り。これが時間を超えてきたコアメダルの力だ。ケンタロウ君、人のことを心配する余裕があるかな。すまない。あとはいえあの距離じゃ到底追いつかない。もう諦めるな。ダイザーで打ち上げる。そうか、その手があってか。パワーモード。さあいくか。そろそろ大気圏離脱だ。終わりにしよう。使わせてもらうよ、ミハル君。コアメダルだから。はっ、これで決まりだ。ジョーカー、マキシマムドライバー、ビッカーチャージメイク。アクアボーテンス、とどめだ。トーンライダーチェーン。ライドバーンス。存在の力を。ソルを変換した。
コズミックエナジーの力だ。すごいパワーだ、ケンタロウ。ナデシコ、お前生きてたのか。生きる？それは少し違う。それよりもゲンタロウ、このコズミックエナジーを使って。うわ、エナジーを吸収していく。おお、宇宙、宇宙だ。今だ、とどめよ。わかった。ダイナーダブルロケット取り抜け。なぜ仮面ライダーごときに銀河の王になるべき私が。残念、無念。やったぜ、なでしこ。今の私は意志を持つエナジー体、肉体は消滅した。え？でもありがとう、私にも記憶ができた。友達の記憶が。そうだな、お前も俺のダチだ。大事な大事なダチだ。青春って切ないな。エクソダスが爆発した。やったな、後輩。これじゃあ当分営業できそうにないですね。ううん、明日から通常営業するわよ。遺跡フェアとか。さすが千代子さん。ほらほら、早く片付けろよ。よし、いつかの明日、きっとまた会える。待ってろよアンク、俺たちは必ずお前がいる明日へ行く。ゲンタ、こっちこっち。じゃあまた明日ね。バイバイ。あの子。ああ、本物の岬なでしこだ。仮面ライダーメイティサトゥーン、レディー。 OK、サトゥーン。カンナギ事件の残りカスか。つまらないな。まあ天の川学園に行けば俺の求めるあいつに出会えるだろう。